バスク州はスペイン北部にある自治州。ピレネー山脈の西側に位置し、北側は大西洋のビスケー湾に面している。アラバ県、ビスカヤ県、ギプスコア県の3県で構成されている。スペイン1978年憲法によってバスク州はスペインにおいて強力な自治権を得た。行政区分としてのバスク州はゲルニカ憲章に基づいているが、 バスク人が多く住むナバーラ県はバスク州から除外され単独でナバーラ州となった。バスク州には公式な州都は存在しないがバスク議会やバスク州政府の本部が置かれるアラバ県のビトリアガステースが事実上の州都である。人口が最も多い自治体はビスカヤ県のビルバオである。バスク人の居住地という文化的領域としてのバスク地方と 行政区分としてのバスク州との混同には注意が必要である。バスク地方やバスク州を指す故障として、バスク語にはエウスカルエリアとエウスカディがあるが、この2種類はバスク州のみを指す場合とバスク地方全体を指す場合があり、個人の立場や政治社会的文脈によって様々である。エウスカルエリアはバスク語の話される国を意味し、エウスカディは バスクナショナリズムの始祖サビノアラナの造語である。カスティーリア語で、バスク州は、パイスバスコ、または、エウスカディと呼ばれ、バスク地方全体を指す場合にバスコニアという単語が、使われる場合がある。西は、カンタブリア州とカスティーリアイレオン州、南は、ラリオハ州、東は、ナバーラ州及び、フランスと接しており、北は、大西洋のビスケー湾に面している。 エブロ川がラリオハ州との自然宗教を形成している。東西に並行して走る日本のバスク山脈によって、バスク州は地理的に3地域に分けることができる。ビスケ湾に面した北部の大西洋岸、地中海に流れ込むエブロ川流域にあたる南部のエブロ谷、両者の中間部のアラバボン地と呼ばれる高原地帯である。バスク山脈からビスケ湾に流れ込むネルビオン川、 ウロラ川、オリア川、ウルメア川、ビダソア川などの消火船が内陸部に小盆地を形成している。海岸部はリアス式海岸が続き、高い崖や小さな入り江で構成されていることから、天然の良好を抱える。砂浜海岸は少なく、レケキオやサンセバスティアンなど一部に限られる。ビルバオアブラワン、ビルバオ河口、ウルダイバイ川口、 フランスとの国境を形成しているチングディ湾などの地形が特徴である。海岸部に住むバスク人は捕鯨におけるヨーロッパの先駆者であり、ビスケー湾沿岸にはベルメオ、オンダロア、サラウツ、オンダリビアなど、紋章にクジラの図柄を含む自治体が少なからず存在する。共同での捕鯨や沿用漁業に代表されるように、ビスケー湾岸地域は山間部に比べて、 集団主義思考であるとされる。二つの山脈の間の地域は、アラバ盆地と呼ばれる高原があり、アラバ盆地の中央部には、州とビトリアガステースが位置している。河川は、山地や盆地からエブロ川に向かって流れ、主な河川には、サドーラ川やバジャス川などがある。北部と中間部の間には、バスク山脈の一部である、ゴルベア山地やウルキージャ山地が横たわっており、 アラバ県とギプスコア県の県境には、バスク州の最高峰である、アイスコリ山がある。南部のエブロ川流域は、リオハ・アラベサと呼ばれ、ラリオハ州やアラゴン州など土地中海、沿岸的特性を共有している。ブドウの生産が盛んなリオハ地方は、ラリオハ州だけでなく、アラバ県にもまたがっており、この地域で収穫されたブドウから、リオハワインとして知られる赤ワインが製造されている。 中間部と南部を隔てる山地は標高1000メートル程度であり、この山地の南側にはカスティーリアイ・レオン州の飛び地であるトレビニョがある。バスク山脈は大西洋と地中海に注ぐ河川を隔てる分水嶺であり、バスク山脈を境にバスク州の気候は明確に区分される。ビスカヤ県やギプスコア県北部の谷、アラバ県のアジャラダニなどはエスパーニャベルデの一部であり、 湾岸部は西岸海洋性気候である。一年中湿度が高く過ごしやすい気温である。年間降水量は約1200ミ、mm、リメートルであり、イベリア半島内で最も降水量が多い地域である。ビルバオの1日あたり日照時間は最長を記録する7月が6.06時間、最短を記録する12月が2.51時間である。 年間日照時間は1584時間であり、エスパーニアベルデを除いたスペインの他地域の半分程度、北ヨーロッパのロンドンやワルシャワなどと同程度である。中央部のアラバ盆ンは大陸性気候の影響が大きいが、北部の海洋性気候も混じり合い、乾燥して暖かい夏季と寒く降雪のある陶器をもたらす。 南部のエブロダニは純粋な大陸性気候であり、冬季は寒く乾燥し、夏季はとても暖かく乾燥する。降水量は春季と秋季がピークであるが、希少かつ不規則であり、年間300ミリメートル程度の少なさである。バスク州は、アラバ県、ビスカヤ県、ギプスコア県の3県で構成され、それぞれの県とは、ビトリアガステース、ビルバオ、サンセバスティアンである。 1979年の自治州発足後、全252のムニシッピオのうち187のムニシッピオが自治体名の解明を行った。その多くはスペイン語名をバスク語名に改名したものだが、二言語の名称をハイフンで連結した自治体やスラッシュで分けた自治体も見られる。ハイフンで連結された場合には二者択一性は担保されておらず。 全体で一つの名称として扱われる。スラッシュで分けられた場合は、使用する言語環境によって2社のうちいずれかを選択する。バスク州の人口は約215万人であり、スペインの自治州内における順位は第7位、スペイン全体に占める割合は4.9%である。バスク州で人口が最も多い自治体はビルバオであり、州人口の半分の 約100万人はビルバオ都市圏に住む。人口上位の10自治体のうち6自治体がビルバオ都市圏にある。バスク州の人口のうち28.2%はバスク州外生まれである。19世紀末には急激な工業化によって人口が大きく増加し、1877年に45万人だった。人口は1900年には60万人となった。 20世紀の100年間を通して、スペインの他地域から移住者がやってきており、特に、ガリシア州とカスティーリアイレオン州からの移住者が多い。1950年代以後の高度経済成長期には、大量の労働者が流入し、1950年に104万人だった、人口は1975年には、約2倍の207万人に達した。1 9七十年代半ば以降には、 技術者や熟練労働者が大量に流出し、1975年から1991年までに13万人以上の社会減を記録した。20世紀末にはかなりの人口がスペイン国内の自身の出身地に戻ったが、逆に南アメリカなど国外からの移民は増加している。スペインの総人口に占める比率は徐々に低下し、また急速に、 少子高齢化が進行している。ホセアランダー・アスナールによれば、バスク州の人口の30%は地域外で生まれ、40%はバスク人の親を持っていない。ETA のシンボル1833年に、県という枠組みが導入されてから、スペイン1978年憲法制定と、バスク州発足まで、アラバ県、ビスカヤ県、ギプスコア県の3県は、 カスティーリア語では、プロビンシアス・バスコンガダスという名称で知られていた。1931年にはスペイン内に共和制が成立し、ホセ・アントニオ・アギーレーラはエステーリア憲章を作成したが、この際には共和国政府に容認されず、廃案となった。スペイン内戦中の1936年10月1日、バレンシアに移転した共和国議会でバスク自治が成立し、 バスク自治法が交付されて、バスク自治政府が樹立されたが、この時点で、ナバーラ県とアラバ県の一部は、反乱軍側にあり、共和国側の領域となったのは、ビスカヤ県の全域とギプスコア県の一部だけだった。10月7日には、現在のバスク州の前身である、バスク自治政府が発足し、アギーレが初代レンダカリーに就任した。 バスク軍警察やバスク大学を創設するなどして自治を行ったが、スペイン内戦では反乱軍の後押しを受けたナチスドイツ軍によるゲルニカ爆撃などが行われ、バスク自治政府は支配領域を全て失って亡命政府となった。バスク亡命政府はバルセロナ、パリ、ニューヨークと拠点を変え、自治憲章が無効とされたバスク地方ではバスク語文化とそれに結びつく。 象徴的行為が抑圧された。スペイン内戦は反乱軍を率いたフランシス・フランコの勝利に終わり、第二次世界大戦後、1950年代初頭には国際連合やアメリカ合衆国が相次いでフランコ政権との協力体制を構築。ナチスを想起させるバスクナショナリズムは西ヨーロッパ諸国に見限られた。このため1952年には、 地下組織の駅が結成され、1959年にはバスク祖国と自由に発展した。1950年代にはビスカヤ県とギプスコア県で工業発展が開始され、1960年代にはアラバ県にも工業発展が広がると、近隣モラワ型から大量に労働者が流入した。1960年代以降には外国資本が導入されるようになり、 ビスカヤ航路などの製鉄企業が発展した。1960年代にはバスク州の域内装生産はスペイン最大の伸び率を示し、1973年にはスペインの工業生産高の56%を算出していた。バスク地方の生活水準は上昇し、1975年にはビスカヤ県の個人所得が スペインの50県中1位となったが、医療や塩素などによる生態系への悪影響などが指摘され、また1973年のオイルショックでは、経済が大きな打撃を被った。また、都市部への人口集中が顕著になり、経済発展とともに、バスク民族意識が薄れ始めた。1975年にはフランコが死去し、スペインでは民主化への移行が開始された。 1978年には国民投票が行われて、スペイン1978年憲法が制定されたが、憲法にはスペイン国家の不可分一体性が明記され、バスク人は民族を構成するには至らない民族体と位置づけられた。このため、バスクナショナリスト恩憲派のバスク民族主義党は、州民に対して投票危険を呼びかけ、バスクナショナリスト急審左派は、 憲法否認を呼びかけた。投票率が45%に止まったバスク地域は、スペイン国内で最も危険率が高く、賛成票は投票のうちわずか69%、危険者、無記入票、反対票の合計は65.4%にも達した。スペイン1978年憲法は、自治州の設置を認めており、1979年には、 ゲルニカ憲章がスペイン国会で承認された後にバスク地方での住民投票でも承認され、あらばビスカやギプスコアの歴史的産業域の自治組織としてのバスク州が発足した。三県の県境は1833年以前の伝統的教会区分をほぼそのまま踏襲したものである。スペイン1978年憲法はフェロなど、 各地域の歴史的権利を認めており、バスク州は教育、警察、公正などの分野で大幅な自治権が認められた。今日では世界で最も地方文献化が進んだ地域の一つとされ、ザエコノミスト市はヨーロッパのどこよりも高い自立性を持つとしている。この時点では、ナバーラ県はバスク州には含まれておらず、憲法では、 ナバーラ県の意思に基づいてバスク州への統合が可能とされたが結局1982年に単独でナバーラ州に昇格した1980年にはバスク州議会議員選挙が行われバスク民族主義党が第一党にバスク州政府としての初代首相にカルロス・ガライ・コエチェアが選出された観光都市に生まれ変わったビルバオ 1975年から1985年までバスク州の域内総生産はマイナスとなり、1985年にはビスカヤ県で26%、ギプスコア県で22%という高い失業率を記録した。バスク州は重工業一極型の産業構造、石油依存社会からの転換を図り、1990年の湾岸危機による 石油価格高騰の影響も比較的軽かった。1990年頃には第3次産業従事者割合が就業人口の50%を超え、2002年の経済成長率は欧州連合平均を上回る1.8%、失業率は8.3%にまで回復した。三県との郊外には工業団地が設置されて企業が誘致され、 工業都市だったビルバオは、ビルバオグッケンハイム美術館の開館に象徴されるように文化産業都市として蘇った。バスク祖国と自由は、スペインの民主会後もテロ行為を観光しており、バスク経済が一定程度回復すると、テロリズムの克服が最大の懸念事項となった。ETA の政治部門は、HB、エリバタスナ、バタスナなどと名を変えて、 常にある程度の支持を得ていたが、2002年にホセ・マリア・アスナール政権によって、非合法化されると活動拠点をフランス領バスクに移した。2004年にはイスラム過激派によるマドリード列車爆破テロが起こったが、スペイン政権与党の国民党は ETA の犯行と即断したことで国民の信頼を失い、スペイン社会労働党が政権与党に返り咲く引き金となった。 ETA は1968年の武力、闘争開始以後に800人以上を殺害し、1989年、1996年、1998年9月、2006年3月、2010年には、休戦、または停戦を宣言して、スペイン政府との交渉に臨んだが、いずれの宣言も短期間で破棄して、武力闘争を再開した。2000年代後半以降には、 スペイン当局によって450人以上のメンバーが逮捕され、軍事的、政治的に弱体化したとされている。BBC は ETA とスペイン政府との衝突をヨーロッパ史上最も長い戦争と表現したが、ETA は2011年に再度休戦を宣言した。2003年にはバスク州首相の不安補正イバレチェがゲルニカ憲章改正案が自治州議会に定義した。 この改正案では、バスク地方をスペイン連邦国家を構成する一国家のごとく位置づけており、1年以上の議論を経て、バスク州議会が承認したが、スペインの不可分一体性を崩しかねない。このプランは、スペイン会員に否決された。バスクの自治の象徴であるゲルニカの木。1978年憲法では、各地域の歴史的権利を認め、 中央集権体制と異なる地域のアイデンティティとの妥協を試みている。カスティーラ・イレオン州、バレンシア州なども含めて、スペインのすべての地域に自治行政や衆議会が付与され、バスク州、カタルーニャ州、ガリシア州は歴史的得意性を認められた。まだ、バスク州はそれぞれの地域の調税権を有しているが、その意思決定は、 スペインと欧州連合によって制限されている。スペイン国会によって承認されたゲルニカ憲章は、スペイン国家の戦艦事項に抵触しない範囲での自治を認めており、バスク州は自治州警察、独自の教育制度、財政自由裁量権などを有している。スペインの17自治州のうち15自治州では、中央政府が調税した税金の一部を各自治州に分配しているが、 バスク州とナバーラ州では各県に徴税権があり、その一部が分担金としてスペイン国庫に納められる。この高度な財政上の自由裁量権には近隣の自治州から不満もあり、また欧州連合も巻き込んだ問題となっている。バスク州議会とバスク州政府が置かれるビトリアガステースが事実上の州都だが、ゲルニカ県章では公式な州都は定められていない。 バスク州議会によって選出された連打狩りは、就任後にゲルニカの多くの木の下で宣誓を行い、その傍らにあるバスク議事堂で就任式を行う。ビトリアがスペースにあるバスク州議会。バスク自治州議会は3県から直接選挙で25人ずつ、選出された系の75人の議員からなる。人口最小のアラバ県と人口最多のビスカヤ県では、 約4倍の人口差があり、一票の格差が問題となっている。1980年バスク自治州議会選挙では、バスク民族主義党が25議席を獲得して、単独で政権党となり、初代レンダカリーにはカルロス・ガライコエチアが就任した。バスク祖国と自由の政治部門であるエリバタスナとバスク左翼を含めて42議席をバスクナショナリスト政党が占め、 非バスクナショナリスト政党のバスク社会党は9議席、国民同盟は6議席を獲得するにとどまった。1984年自治衆議会選挙では、議席数が各県から25人の計75議席に増加し、バスクナショナリスト勢力は70%弱の得票を得て、再びバスク民族主義党が単独で政権党となったが、すでに内部分裂の兆しを見せていた。 首相のガライ・コエチアとシャビエル・アル・サリスが対立し、1984年12月には、ガライ・コエチアの不信任決議が採択されて公認には、ホセ・アントニオ・アルダンサが就任した。ガライ・コエチアは、バスク民族主義党から離脱して、バスク連帯を結成し、バスク国家の独立を標榜した。1986年実期議会選挙での、得票数1位は、 バスク民族主義党だったが、バスク連帯に票が流れた結果議席数を前回、選挙の半分程度まで減らし、議席数では19議席を獲得したバスク社会党を下回ったことで、バスク民族主義党はバスク社会党と連立して政権を担った。九百九十年次期議会選挙では、バスク民族主義党がバスク連帯の支持票を奪還して第一党に返り咲き、 バスク連帯やバスク左翼と連立を組んで政権を担った。バスク社会党の支持票は国民党に流れ、またエディバタスナは過去最大の得票率を得た。1994年自治衆議会選挙ではバスク民族主義党とバスク連帯とバスク社会党が1998年自治衆議会選挙ではバスク民族主義党とバスク連帯が連立を組んで政権を担った。 1982年から1998年まで ETA に近いエリバタスナや後継のバスク市民はバスク自治州議会への出席を拒否していたが1998年以後の3年間は政権党はバスク市民の議会内支援を得て議会内過半数に達した2001年自治州議会選挙では バスクナショナリスト政党の得票率が過去最低の53%となったが、バスク民族主義党は、バスク連帯と統一左翼と連立を組んで、議会内過半数を保った。2001年9月のアメリカ同時多発テロは、世界的な反テロリズムの潮流を巻き起こし、ETA と関わりが深いバタスナは、国民党のホセマリア・アスナール政権によって、非合法化された。2005年選挙では、 バスク民族主義党とバスク連帯と統一左翼が連立を組んで政権を担った。2009年時期衆議会選挙では、得票率、議席数ともにバスク民族主義党が第1党だったが、第2党のバスク社会党と第3党の国民党が結束して、議会内過半数を確保し、バスク社会党のパチロペスが史上初となるバスク民族主義党以外からの首相となった。 2012年次期衆議会選挙では、バスク民族主義党が第1党となり、バスク連帯を中心とする、政党連合のアビルドが21議席を獲得して、第2党に躍進した。バスク民族主義党のイニゴールクリュが首相となり、首相の座が再び、バスク民族主義党に戻った。ナバアラ州との関係歴史的には、ナバアラ州もバスク地方の一部である。1979年に、 バスク州が成立すると、バスク州は、アラバ、ビスカヤ、ギプスコア、ナバーラの4領域の紋章を自治州の紋章に組み込んだが、1982年に成立したナバーラ州は、ナバーラの紋章がバスク州の紋章に含まれていることに抗議し、バスク州政府は、ナバーラの紋章部分を空白とした紋章に切り替えた。スペイン1978年憲法の暫定規則。 4とゲルニカ憲章第2条にはナバーラをバスク州に編入させることを想定した文言がある。ナバーラの独自性を擁護する政治的主張としてナバリスモがありバスクナショナリズムの台頭と同時期に起こった。ナバーラ住民連合はナバリスモを体現する政党でありバスク州への編入可能性を明記した暫定規則4の除去する憲法改正を スペイン国会に繰り返し要求している。トビチバスク州はトレビニョとバリエデ・ビジャベルデという二つの多州のトビチを有している。人口約2000人、アラバ県の県とビトリアガステースの南に隣接するトレビニョは2006年時点で13.5%がバスク語話者であり、バスク州は財政的支援を行っている。トレビニョの住民は少なくとも十六世紀から、 アラバ県への編入を望んできたとされ、1940年の住民投票では96%が編入に賛成し、1958年の住民投票でも賛成多数だった。1979年の成立したバスク自治憲章ではトレビニョのバスク州への編入の可能性に言及しているが、ブルゴス県は一貫して分離を認めていない。 ビスカヤ県西部にあるビジャベルでは人口400人程度の飛び地であり、やはり住民は1980年代から1990年代にかけてバスク州への編入に熱心だったが、編入は実現していない。ビルバオにあるビビビの本社。1970年代と1980年代の経済危機の時代、製鉄業や造船業などの伝統的な産業は停滞し、変わって、 ハイテク産業が成長した。現在、バスク州の工業部門で大きな割合を占めているのは、ビスカヤ県とギプスコア県の盆地に存在する工作機械産業、ビトリアガスペースの航空機械工業、ビルバオのエネルギー産業である。バスク州に本拠を持つ大企業としては、金融業のビルバオビスカヤアルヘンタリア銀行、エネルギー業のイベルドローラ、鉄道車両のカフ、 モンドラゴン共同組合企業、風力発電機のシーメンスがメサリニューアブルエナジーが挙げられる。バスク州の一人当たり所得はスペインの州の中で最も高い。2002年時点の一人当たり GDP はスペインの全17州中でマドリード州とナバーラ州に次ぐ第3位だったが2006年にはマドリード州に次ぐ第2位となった。 2010年における1人当たり GDP は3万1314ユーロであり、スペインの平均よりも33.8%高く、欧州連合の平均よりも40%高い。2012年におけるバスク州の失業率は約14.56%であり、スペイン全体の失業率を大きく下回っている。2013年のバスク州の公的債務は、 GDP の13.00%であり、スペイン全体の93.90%を大きく下回った。2009年には、バスク州の経済は3.3%縮小したが、スペイン全体の縮小率3.6%を下回った。風力発電産業が盛んであり、再生可能エネルギー分野で、日本の福島県と協力関係にある。ビトリアガステス。 トラム道路交通の大動脈は、ビルバオからサンセバスティアンを経由して、フランス国境までを結ぶ AP-8 号線と、サンセバスティアンからビトリアガステースを経由して、スペイン中央部までを結ぶ A-1 号線である。この他の主要な高速道路には、ビルバオとサラゴサを結ぶ AP-68 号線などがある。 バスク州政府が所有するバスク鉄道は狂気の路線を持つ鉄道会社でありビルバオ都市圏内やサンセバスティアン都市圏内ビルバオとサンセバスティアンの都市間鉄道路線を運行しているバスク鉄道が所有するエウスコトランはビルバオトラムとビトリアガステストラムを運行しているメトロビルバオはビルバオ都市圏で2路線が運行されているレンフェはビトリアガステスト。 サンセバスティアンやビルバオ、ビルバオとスペイン中央部を結ぶ後期の路線を運行している。レンフェはセルカニアスと呼ばれる通勤鉄道網をスペインの主要都市圏で運行しており、バスク州ではビルバオ都市圏とサンセバスティアン都市圏で運行されている。スペイン狂気鉄道はビルバオとバルマセダの間で都市鉄道を運行しており、またビルバオと スペイン北部の多州を結ぶ路線を運行している。バスク州3県の県とを結ぶ高速鉄道ネットワークのバスクアイが建設中であり、2017年に完成予定である。バスクアイはフランスの安大エでフランスの高速鉄道網と接続する予定であり、スペインの首都マドリードとフランスを結ぶ主要な路線となる。バスク地方の山がちな地形のため、 バスクワイの路線の大部分はトンネル化橋梁を走行し、総建設費は10億ユーロとなる予定である。ビルバオ空港バスク州には、ビルバオ空港、サン・セバスティアン空港、ビトリア空港の3つの空港がある。最も重要な空港はビルバオ空港であり、ロンドンやヨーロッパの多くの都市に向けた国際便を有している。 2012年の旅客数は約417万人であり、スペイン国内では13番目に旅客数の多い空港だった。上位15空港の中で旅客数が前年より増加した2空港の一つであり、2011年から3.1%の伸びを記録した。サンセイバスティアン空港はバルセロナとマドリードに向けた国内便を有しており、 スペインフランス国境を流れるビダソア川に面している。2012年の旅客数は約26万人であり、スペイン国内では31番目に旅客数の多い空港だった。ビトリア空港は3空港の中で最長の3500メートルの滑走路を有するが、2012年の旅客数は約2万4000人であり、スペイン国内では37番目に旅客数の多い空港だった。 ビトリア空港は貨物便を主体とする空港であり、スペインで4番目に貨物取り扱い量が多い空港である。2014年10月にはニューヨーク行きの旅客便が設定され、バスク地方から初めて大西洋を超える便となった。ビルバオ港とパサヤ港がバスク州の二大港湾である。この他にベルメオやオンダロアなどに中小規模の漁港がある。 ビルバオ港はスペインで最も重要な経済地区の一つであり、航空工学、電子工学、エネルギー、鉄鋼、工作機械などの産業の拠点となっている。2005年には3680万トンの貨物を取り扱い、スペインで4番目に貨物取り扱い量の多い港湾だった。ビルバオとイギリスのポーツマスとの間にはフェリーの路線がある。バスク地方における 自治体別バスク語話者の割合。バスク州の公用語はバスク語とカスティーリャ語の二言語である。国民国家の成立過程において、スペイン政府はバスク人とその言語的アイデンティティを抑制しようと、試みてきた。スペインの民主化後期の1975年頃には、バスク7領域で160校のイカストラが3万4000人の生徒を抱えるまでに至った。 スペイン1978年憲法第3条では、カスティリア語を国家公用語と定めているが、同時に多言語も、自治州内の公用語となる可能性を明記している。1979年のゲルニカ憲章では、バスク州の固有言語として、バスク語を選定し、カスティリア語との二言語共同公用体制を敷いた。バスク州政府文化省言語制作局が、言語制作を主導し、 エウスカルツアインディアが諮問機関に指定された。1982年にはバスク語使用正常化基本法が発行され、A モデル、B モデル、D モデルの3つの言語教育モデルが導入された。バスク語は欧州連合機関内でも限定的使用が認められており、2011年にはスペイン国会上院でも使用が認められるようになった。 2012年時点ではほぼ100%の生徒が初等学校で何らかのバスク語の教育を受けている。2006年にバスク州で16歳以上の全住民を対象に行われた社会言語学調査によると30.1%は流暢なバスク語話者であり、18.3%はバスク語を話すことができ、51.5%はバスク語を話すことができないという結果だった。 流暢なバスク語和社の割合は、ギップスコア圏が最高、アラバ圏が最低であり、流暢な和社の割合は1991年が24.1%、1996年が27.7%、2001年が29.5%と、年々増加している。流暢な和社の割合は16歳から24歳までの年代が最も高く、 65歳以上は25.0%にとどまっている。ギプスコア県の大部分の地域、ビスカヤ県の中部と東部、アラバ県の北端でバスク語は強い存在感を示しているが、ビスカヤ県西部、アラバ県の大部分に存在するバスク語話者はカスティーリア語に次ぐ第二言語としてバスク語を使用している。バスク語話者のほぼ全員がカスティーリア語、 またはフランス語とのバイリンガルである。多くの自治体では、バスク語話者とカスティーリャ語、フランス語話者が混在しており、住民すべてがバスク語話者である自治体は存在しないと言える。唯一の公立大学であるバスク大学。1886年にイエズス会によってビルバオ近郊のデウストにデウスト大学が創設され、1962年に スペイン政府によって正式な大学として認可された。デウスト大学の卒業生であるバスク自治政府首相のホセアントニオ・アギーレなどによって公立大学の創設が望まれており、スペイン内戦中の1938年にはビルバオに公立大学が設置された。バスク州発足後の1980年には自治州各地の教育機関を統合して正式に バスク大学が創設された。バスク大学は3県それぞれにキャンパスを置いており、バスク州にある唯一の公立大学である。1943年には、アラサーテ、モンドラゴンに高等、高科学校が設立され、1997年に正式にモンドラゴン大学として創設された。バスク州における2010年の日刊誌の普及度は51.8%であり、 17自治州のうち、第3位である。大きく分けて、エルパイスや、エルムンドなどマドリードで発行されている、全国紙エルコレオや、エルディアリオバスコなどマドリードとの結びつきが強い、保守的な地方史、ガラや、ベゲアなど、バスクナショナリズムとの親和性が強い地方紙の3種類に分類される。他州も含めたスペイン全体での発行部数は、エルコレオが約12万部。 ガラが約13万部、ベリアが約5万部などである。バスク州の公共放送として ATV があり、2チャンネルを有するテレビの片方はバスク語のみで放送している。2012年時点ではインターネット空間におけるバスク語の使用頻度は全言語中38位である。アスレティックビルバオのスタジアム。バスク州ではサッカー、バスケットボール、 自転車競技などが盛んである。サッカークラブには、ビルバオのアスレティックビルバオ、サンセバスティアンのレアルソシエダ、ビトリアガステイスのデポルティーボ・アラベスなどのクラブがあり、いずれもリーガー・エスパニョーラに所属している。アスレティックビルバオは、バスク人のみで選手を構成していることが特徴であり、レアルマドリードや FC ・バルセロナと共に一部リーグから、降格したことがない3クラブの一つである。 レアル・ソシエダもかつては、バスク人のみで選手を構成していたが、1989年以降は、スペインの他地域出身選手やスペイン、国外出身選手を獲得している。フランコが死去して、スペインが民主開港期にあった1980年代初頭には、この2クラブが4シーズンの間リーガ・エスパニョーラのタイトルを独占した。バスク州出身の著名選手には、 スペイン代表最多出場記録を保持していたアンドに、びされた 2010FIFA ワールドカップ優勝メンバーとなったシャビアロンソなどがいる。バスケットボールクラブには、ビトリアガスペースのサスキバスコニア、ビルバオの CB ビルバオベリー、サンセバスティアンのギプスコアバスケットクラブなどがあり、いずれもリーガアッコブに所属している。自転車競技チームには、かつて、 UCI プロチームのエウスカルテル・エウスカディが存在し、北京オリンピック個人道ドキンメダルのサムエル・サンチェスなどが所属していたが、資金難のために2013年に解散した。エウスカルテルはバスク人のバスク人によるバスク人のためのチームであり、2012年までは所属選手をバスク地方出身かバスク地方でアマチュア時代を過ごした選手に限定していた。 さらにらわれたピンチョス。バスク地方はピンチョスなどで知られるバスク料理が有名である。1967年にはバスク地方出身の料理人のルイス・イリサールがギプスコア県サラウツにスペイン3番目となる料理学校を開校させ、1992年にはサンセバスティアンにも料理学校を開校させた。この学校には自身の名を監視、現在では スペイン一の料理学校と言われている。サンセバスティアン出身の料理人のカルロス・アルギニャーノは1990年代以降にエンターテインメント性を重視した料理番組の司会を務め、スペインにおける料理人の地位を高めることに成功した。1999年にはサンセバスティアンで料理に関する世界初の学会が開催され、これ以後には スペイン各地に料理学会が発足した。2011年にはヨーロッパ発の食科学に関する4年生大学としてモンドラゴン大学の食科学部の研究機関という位置づけでバスククリナリーセンターが開設された。ありがとうございます。